ヨガです。はい。どうですか、ヨガは。親がやってるんで、なんか名前とかは聞いたことある。ああ、それは名前は聞いたことある。あ、そのポーズとか、ポーズとか、なんか聞いたことあるけど、自分はやったことない。俺も同じくやったことないです。だそうです。はい。なんで、これから先生にいろいろ教わって頑張りたいと思います。では。そしてゆっくりと手足を下ろし、足の甲をつけて、かかとにお尻を乗せて、そしておでこはマットに下ろす。これはあのリラックスのポーズ、チャイルドポーズっていうリラックスのポーズなのね。お母さんも言ってたからめっちゃリラックスする。手の位置は変えずにこうしたい、こうしたい、の横に伸ばしてみて、あこれ少しチャレンジングだけども、もしかしたらできる可能性があるかもしれない。せーの。肘曲げとっていいですよ。下のこっちのかかってるんです。かかってるんで肘を曲げて。なのでこれね、ポイントなのでちょっと乗り込むんですよね。前乗り込みながら。手首の上に肘を曲げればいいので、あと曲げて、顔前。もう少しお尻を押さえて。すごい。私にはどんな場合になるかわかりません。笑えてますか？呼吸しますか？お疲れ様でした。お疲れ様でした。撮影終わりました。どうでしたヨガ？楽しかった。確かに。結構ヨガのイメージが変わりましたね。なんでぜひ全部の内容がウェブで読めますので、そちら見てください。メンズの方はぜひ。確かに男の人のね、ヨガを紹介してます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。